どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのはビバモールわらびでございます。もともとイトーヨーカドーがございました。私もよくですね訪れた施設なんですけども、そちらがですね閉店しまして、建物はそのままなんですけども改装しまして、2021年の3月にですねビバモールとして再スタートをいたしました。ビバモールになってから私初訪問という形になります。こちらですねホームセンターだけではなくて、クリニック、百均だったりドラッグストア、そしてですねヤオコが入っております。日常使いしやすいですね施設になっております。でビバの資材の方に関してはですねもう早朝から営業をしております。全体的にはですねまだ空いてない時間ですので、最後立ち寄ってですね買い物して帰りたいと思います。本日ご紹介するマンションはザ・パームス戸田マスターグレイスでございます。で物件名の通り、そちらはですね戸田市になります。今私がいるこちらのビバモールはですね蕨市となります。今回新築マンションのご紹介動画なんですけども、良質な中古マンションも2件ご紹介をいたします。まず1軒目はですねビバモールのですねすぐ目の前にございます、こちらリーデンススクエア上戸田でございます。今の三菱地所レジデンスのですね前身となる東和不動産のブランドとなります。こちら新築時にですね結構ガチ検討したマンションでございます。2007年築でございます。埼京線の戸田駅から徒歩11分になります。でこちらは埼玉県戸田市上戸田4丁目となります。すぐ裏手はですね蕨市となります。新築時の坪単価が約190万円、現在ですね坪単価165万円ほどで動いております。こういった板状のですねマンションにしてはですねワイドスパンとなっております。総戸数99戸の11階建てということで、特別大きいマンションではないんですけども、新築時にいいなと思ったのがですねこのエントランス独立っていうところです。私好きなんですよねこれ、エントランスが独立していると、建物の下じゃなくてこうやって独立してるとなんか分譲マンション感ありますよね。この独立したエントランスホールですね入っていって住戸内行くということで、外観部分ではですね個人的にこのマンションの好きなポイントでございます。いやー懐かしいですね、リーデンススクエア上戸田、かっこいいですね。背中側もですねスカスカ格子ではなくてちゃんとコンクリートにしてくれてますね、分譲マンションらしいです。でビバモールにですね隣接しているだけでなく公園にも隣接をしております。いいですよね、蕨市からの戸田、イエーイ。何か特別感あるマンションってわけじゃないんですけども、駅頭ってわけではないですし、公園隣接しててビバモールも隣接してて、坪単価165万円、70平米にしたら3500万円前後で買えるわけですよ。マンションがですね高い時代ですけども、こういったですね3500万円ぐらいでも買える良質な中古マンションがゴロゴロとあるわけですよ。視野を広げましょう。先ほどの戸田市のですね看板ですけども、裏面は蕨市の看板になっております。ここから蕨市ですよ、ここから戸田市ですよっていうところですね。まあ、若干ですね戸田感はですね感じるところもですねあるんですけども、埼京線から京浜東北線方面ですね東方面へ歩いてきておりますので、埼京線の西方向よりは戸田の工場感っていうのは薄いです。中山道も近いのでロードサイド店もですね充実しております。いやいいですよこのリーデンススクエア TMD 高すぎですよ、3500円ぐらいで買えるんですよ。さあそれではリーデンススクエアからですね3、4分ぐらいですね歩いてザ・パームス戸田マスターグレイスの建設地へ向かいたいと思います。物件概要いきましょう。今回土地と建物で売り主分かれております。土地売り主が増田建材店です。建物売り主が東勢です。設計施工は長谷工コーポレーションです。第1期ですね価格出ております。第1期の販売個数は30個です。4258万円から6588万円占有面積は 57.66 平米から 77.51 平米総戸数は114戸で8階建てになります。
JR 埼京線の戸田駅徒歩8分になります。先ほどのリーデンスが徒歩11分というところで、あちらより3分ほどですね近くなります。アドレスは埼玉県戸田市の上戸田なんですけども、土地区画整理事業内になっております。2022年の10月竣工を予定しております。後ほど歩いていきますが、埼京線の戸田駅から徒歩8分になります。で、戸田エリアナンバーワンマンションといっても違和感ないですね。グリーンフォレスト戸田のすぐ近くとなります。そこから2ブロックですね、北側となります。そちらも後ほどご紹介をいたします。さあ、あっという間に建設地ですね、到着でございます。ビバモールまでの道のりはですね、すごくいいです。信号を1回渡るだけでですね、ビバモール行きすることができます。こちらもともとはですね、 JFE 関連のですね施設があった場所でございます。で、8階建てで総戸数114戸ですので、そこそこな規模となります。今回すごくいいのがですね、東西に長い敷地になっておりまして、土地形状も綺麗なんですね。なので南向き住戸ですね、多く設けることができております。今北側の雪道におりますが、南側の雪道へ移動いたします。こちら南側の雪道です。一方通行道路になっております。あ、分かりやすくタイプ名書いてくれてますね。こういうのありがたいですね。ただスパンは短いですよっていうのをですね、すでにこの看板でお伝えしてくれてるところもなんか親切ですね。ワイドスパンではございませんと、もう潔いですね。ただこれだけ多くの南向き住戸を取れてるってところが非常に大きなポイントです。南側はこういった形で接道しておりまして、まあ、生活道路ですのでですね、車もそんなに通らないです。そして南方向はですね、こういった形になります。福祉センターとですね、微笑みの里老人ホームですね、そちらございますが、建物までですね結構距離が離れておりますし、そんなに背の高い建物ではないです。で、その先に見えるんですかね、大規模修繕中のグリーンフォレスト戸田となります。なので背の高さからしてグリーンフォレスト戸田をですね超えるってのは難しいんですけども、だいぶ利確取れておりますので、外光面はもう抜群ですよね。で、住戸部分の外観デザインに関しては、まあ、ガラス手すりとルーバー組み合わせたりですね、下いるものですね、なんか特別マリオンがあるという感じでもないですし、まあ、隔て板もですね、背の低いものになっておりますので、まあ、ここはちょっとグリーンフォレストと比べちゃうとっていうところはありますけども、今回このエントランス周りしっかりと作ってくれておりますね。まあ、先ほどのリーデンスと違って、建物ですね、住戸の下にですね、エントランスホールとはなるんですけども、このアプローチ周りのですね、植栽を豊かにしてくれております。こういった形でマンション名が入るのも素敵ですよね。で、ここ雪道ですね、結構細いんですけども、セットバックして自主管理公園として、ここも植栽をぐーっと豊かにしてくれます。で、風除室を抜けるとですね、本の入れ替えもあります。ライブラリー、そしてラウンジがあるんですけども、今回これいいなと思ったのが、ここから入って素敵なラウンジとライブラリーがあります。その先大窓設けて、いわゆる壺庭的なものをですね、自然と望むことができるようになっております。この自然とってのがいいですよね。で、ここは出ることもできます。入って自然と眺めて素敵な空間の横をクランクインしてエレベーターホールへと、分譲マンションらしい動線となっております。ここ非常にいいですね。で、8階建て114戸でエレベーター2基ですので、まあ、こういった形で1階住戸もある中ですので、エレベーター待ちってのはほとんど気にしなくていいレベルですね。で、雪道はですね、南、西、北と3面になるんですけども、車の出入りに関してはこの南側となります。このエントランスアプローチのですね、横をですね通って駐車場へ入っていく形になります。屋外のですね駐車場になっております。平置きが5台で、機械式が71台ということで、まあ、機械式結構多めなんですけども、設置率ですね約 66% ということで、まあ、今の時代にしては充実してますね。まあ、グリーンフォレスト戸田がなんかもう、だからグリーンフォレスト戸田と比べちゃダメ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 なんだけど、どうしても比べちゃう。あっちはですね、自走式立体駐車場で設置率 100% ですからね、まあ余計にそうは感じてしまいます。駐輪場はですね、屋外で、
こちら設置率 200% となっております。こちらは建築看板です。こちらが西側の雪道となっております。結構広い土地ですね。土地形状が綺麗というのはいいですね。これが外観正面部分ですね。全体デザインになっております。やはり南向き中心とこのビバモールってとこ歌ってますね。北側の雪道はですね、角部分を除くとですね車は通れなくなっております。こっちにバス出てますね。やっぱこのエントランスアプローチのとことても素敵ですよね。あ、でこれがラウンジの先にあるガーデンですね。これがですね自然と大窓から望むことができるんですよ。これいいですよね。で出ることもできますので、ここの作り込みはめちゃくちゃいいなと感じました。でこちら北側の通りなんですけども、ここは蕨市になります。富士見公園通りです。でここから数メートルだけ歩きます。そうすると通りの名前も北大通りに変わりまして、戸田市に入ります。で物件も戸田市です。蕨市に寄り添った戸田市物件という形になります。そこは先ほどのリーデンスと同じですね。そして北側にはですね、蕨市の富士見公園がございます。ランニングなんかにちょうどいいですよ。さあ戸田駅まで歩いていきます。物件手前のところにローソンもありますね。戸田市に住みながらも蕨市の商業施設だったり公園も利用させていただけるということで、でも蕨市の方もですね、戸田市側はですね全然利用しますからね。先ほどの富士見公園は蕨市ですけども、戸田市文化会館ですね、横にございます後ろ屋公園、あちらも素敵なんですよね。あれはジオの動画で行きたいと思います。さあ大規模修繕中でですね、この建物のかっこよさが非常に分かりにくい状況ではあるんですけども、お色直しが終わるとですね、また一段とかっこよくなってですね戻ってくると、とても楽しみなグリーンフォレスト戸田でございます。こちらがですね本日ご紹介する良質な中古マンション2軒目となります。グリーンフォレストビレッジ、まあ、グリーンフォレスト系ですね。もちろん大英不動産絡みでございます。もともとはリクルートコスモスやる予定でしたかね。新築時の売り主はですね大英不動産という形になりました。施工は長谷工コーポレーションになります。でこちらはですね2010年築になりますので、占有面積は今の時代とは大きく違います。 65.09 平米からっていうところの部屋もあるんですけども、 117.51 平米までありまして、もう80平米前後もですね多いでございます。で自走式立体駐車場で設置率が 100% と、でこういった形ですね公開空地も多くなっております。倉庫数は391個で15階建てです。でこちらだと JR 埼京線の戸田駅徒歩5分という形になります。アドレスは埼玉県戸田市の上戸田です。ここからですね2ブロック先がパームスという形になります。こちらのグリーンフォレストに関してはですね、新築時の坪単価が約155万円です。で現在は195万円、200万円弱で動いております。皆様はどちらがいいでしょうか。築11年で駅徒歩5分で80平米が4700万円の良質な中古マンションと、アドレスは一緒ですがそこからですね3分駅から離れて67平米が4900万円の新築マンション、グロスはほとんど変わらないです。これは本当意見分かれるところだと思いますね。新築派にとってはもう築11年っていう時点でノーノーノーっていう風になるでしょうし、でもこっちの方が駅に近いですし、10平米以上ですね広いのが同じ価格で買えるわけです。しかもこのグリーンフォレストに関してはディスポーザーもついております。今回のパームスはついていないです。駐車場だって機械式が主な新築と自走式 100% で確実に取れる中古、共用施設もグリーンフォレストの方が多いですけども、グリーンフォレストのですね管理費に関しては平米単価約186円、でも
今回のパームスはディスポーザーもないですし、グリーンフォレストよりも共用施設少ないですけども、平米単価月額約250円ということで、管理費もですねグリーンフォレストの方がお安くなっております。でも築11年ですよっていうところです。まあ、私は言わずもがなでグリーンフォレストを選びます。駅から近いですし、広いですし、共用部充実してて管理費安くて、駐車場も自走式立体。そこで諦めるポイントは新築じゃないっていうところですね。なのでそれを飲める方はもうグリーンフォレスト行っちゃった方が絶対にいいです。でも飲めない方も多くいらっしゃいます。そういう方にとってはですね、今回のパームスも新築としては非常にいい出物だと感じております。で、難しいですよね。別に今回の新築が全然条件悪いってわけじゃないんですよ。もう先ほどお伝えしている通り素敵なマンションですし、まあ、平均坪単価255万円ということで、まあ、もちろん過去に比べれば高いですけども、まあ今の時代としてはまあそのぐらいになっちゃいますよねっていうところです。新築も非常にいいんです。でも、もっと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 輝いちゃっている良質な中古マンションが近くにあるんですよね。まあ、それをどう取るかでございますね。で、設備仕様に関してディスポーザー以外もですね、ちょいと抑えめではございました。トイレは古めかしいタンク式です。可動式ルーバー面越しはなしです。構造は直床二重天井、まあ、ただですね、下がり天井少ない後方になってて、基本天井高は2500にしてくれております。あと玄関ドア周りがおしゃれですね。タイル張りとして、ドアもなんかセンターミラーのおしゃれなものとなっておりました。あの玄関周りは非常におしゃれで素敵だなと思います。ただまあ戸田駅徒歩8分で坪255ですので、もうちょっとなんか頑張ってくれると嬉しかったかなという感じはありますね。間取りに関してはですね、単調な田の字ばかりで、角面もですね、窓面は少ないですね。まあ戸田から8分歩いてもですね、80平米超えもないと、70平米切りも多いっていうことで、まあ時代を感じはしますね。こちらグリーンフォレストのお色直し完了するのもとても楽しみですね。いやー、本当にいいマンションでしたよ。いやでもこれまだ中古で坪200弱ですよ。だって後ろ手の徒歩8分の新築で坪255になっちゃうってのを考えると、グリーンフォレストはやっぱり強いですね。まだリーズナブルだと感じます。いやだから今回かわいそうですよね。だからパームスすごくいいんですよ、いいんですけど、グリーンフォレスト良すぎ問題ですよね。まあ比べちゃかわいそうなんですよ、時代が違いますの で駅までの道のりはですね、いくつかありますけども、フラットアプローチでございます。では若干ですね、戸田らしさですね感じる部分もあるんですけども、こちらはもちろんですね、埼京線の東側方面になりますので、西側よりかそのね戸田感は感じないと思います。まあダメだ、過去と比べちゃダメなんですけどもね。だからグリーンフォレスト戸田とパームスを比べた際に、ほとんどの方がですね、規模感や駅の近さだったり共用部の充実度とか、まあ、グリーンフォレストの方が魅力感じるんでしょうけども、築11年という差はありますし、戸田公園と異なって、こっち分譲マンションの供給が非常に少ないんですよね。なので近隣の賃貸マンションお住まいの方からすればですね、お久しぶりですの出物ということで、楽しみにされた方もですね多いんじゃないかなと思います。でこの辺一帯はですね、土地区画整理事業内になってますので、今後も少しずつですね綺麗になっていきます。で価格面ですね、さっきお伝えしたように平均坪単価としては約255万円ということでございまして、A2 タイプの 3LDK 67.21 平米、3階で4998万円、坪単価245万円、5階で5098万円、坪単価250万円。D タイプ 3LDK 67.24 平米、1階で4918万円、坪単価241万円、6階で5218万円、坪単価256万円となります。でも同じ価格を出せば、より駅に近いグリーンフォレスト80平米が買えますよっていう世界観になっております。ただですね、グリーンフォレストもね、先ほど坪200弱だとお伝えしたんですけども、昨年、まあ、1年半ぐらい前まではですね、坪単価160万円ぐらいで全然買えました。それが今はもうどんどん引き上げられてですね、
坪200ぐらい出さないと買えないというところでございます。まあグリーンフォレストはもうずっとずっとお勧めしてますけど、あれは揺るがないですからね。もうほんと中古でも買っといた方がいいマンションでございます。さあ、まもなくですね、戸田駅着きますが、信号なしでございます。非常にいいですね。良質な中古マンション2軒とお伝えしたんですが、こちらもですね、前回取り上げてからちょっと時間経っておりますので、共有させていただければと思います。戸田駅徒歩1分物件でございます。ファインレジデンス戸田ステーションスイートです。スイートかなんかへですね、おー、いいの、いい出物が出ましたよ、みたいな感じでお伝えしたことがあったかと思います。最近出てないんですよね。2015年築になります。総戸数は40戸になります。11階建てです。新築時の坪単価が約200万円で、最近出てないんですけど、今出ると多分坪単価220、230ぐらいじゃないかなと思います。さすがにこの立地でもパームスと同じ単価はなかなか動かないんじゃないかなと思うんですけど、今出したらなんか動くかもしれないですよね。250ぐらいで結局新築がですね、駅徒歩8分で250を超えてますので、駅1分ならまあ線路横っていうところはありますけども、まあ 1,2 年前の相場で200ぐらいでした。なのでまあ今出せば200、230かなっていうところですが、なんか250でもワンチャンありそうな相場にはなっております。グリーンフォレストと違ってまあ個数がないのでそんな出ないですね。さあ、戸田駅の下にはですね、サミットが入っております。ビバモールも近いですけども、こちらのサミットもですね、ついでに立ち寄ることができます。朝9時から夜12時半までですね、営業しております。戸田はスーパーマーケット多いのいいですね。反対側に行きますと T フロントがありまして、そこにはですね OK が入っております。2階の本屋さんとこすごくおしゃれでございます。おしゃれツタヤとタリーズですね、あとダイソーも入っております。で、 T フロントの隣のパチンコ屋さんのですね、さらに向かい側にはですね、またまたヤオコーがございます。あとはもうイオンモールまでですね、自転車でサクッと行くこともできます。まあ、この辺は自転車があると非常に便利ですね。フラットな街並みとなっております。平日の朝ラッシュ時間帯ですね、戸田8時01分発に乗車をしますと、池袋8時22分着、新宿8時28分着、渋谷8時34分着となります。新宿渋谷までですね、30分前後となります。お隣のですね、戸田公園と違うのは、北赤羽、浮間舟渡、北戸田と同じく快速が止まりません。こちらが時刻表です。決して少ないというわけではないんですけども、戸田公園に比べるとですね、特に日中時間帯等がですね変わってきます。改札は1箇所です。電車で都心方面ですね、そして大宮方面移動するの楽なんですけども、車での遠出もですね結構便利で、首都高外環ですね、インしやすいです。で、後ろ側公園があったりとか、後ろ公園もですね生活圏ではあるんですけども、今回通学校がちょっと遠いです。戸田第一小学校で徒歩15分、新戸中学校で徒歩12分ということで、まあ、そこがちょっと子育てファミリーはですね、いや、とっつきにくい部分かなと。なので学校横の授業の方がまあ買いやすさはあるんでしょうね。まあでも戸田公園と戸田だと同じ線路の東側でもですね、街の雰囲気がすごい変わってきますからね。あ、今日は天気がいいので埼京線名物でございますよ。来ましたね、富士山が見えます。私もですね、埼京線で通勤してた時はですね、いつも見ておりました。新幹線ですね、この辺そこまで速度出せないので、まあ、もちろんですね、埼京線よりは速いんですけども、まあ、周辺住民への配慮ってのはあるんでしょうけどね、ここもなんかもう300キロ近くで加藤してくれたら面白いんですけどもね、まあ、そうするとちょっと音がってのはあるんでしょうけど、まあロングレールですので新幹線はですね、速度出してもおとなしめではあるんですけどもね。まあ、ただ駅まで遠くないですし、ほとんどの住戸が南向きになってますし、おしゃれな共用で日常の買い物利便性も高いということで、魅力は大きいですね。だから魅力大きいけど、まあ70平米切りで5000万円近いっていう価格がまあなかなか重たいかなとは。まあ、ただそれでも家族の幸せのために戸田で良質な新築分譲マンションをと割り切ればですね、買って後悔するような物件ではないと思います。新築っていうところにどこまでこだわるかでございます。もうそこにつきます。物件自体は非常にです、単体で見ればこれ非常にいい出物なんですね。でも新築だから高い狭いっていうところです。
中古に行けばもっと駅に近いマンションが同じ価格で広い部屋が買えますと、もしくはもう3分ですね、駅から離れれば同じぐらいの広さが1000万円以上安く買えますと。それでも新築なんですかって問われた時に、はい新築なんですと答えられる方は買いです。買ってそして住んで後悔するような物件では絶対ないです。もう非常に立地等々ですね、価格と広さを除けばですね、魅力が大きいです。あでも本当に新築にこだわるかどうかと、もうそこに尽きる物件でございます。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重な時間本当にありがとうございます。記事の方同時公開しております。こちらの動画の概要欄に記事の URL 貼っておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼をいたします。とだー。